マカフシ議ダウンタウンのは、一部テレビ朝日系列局で放送されていた朝日、放送制作の公開バラエティ番組である。制作局の朝日放送では1992年4月から1993年9月まで、毎週土曜23時55分翌0時50分に放送。毎回レギュラーメンバーが企画を持ち寄り、その中からダウンタウンが、 面白そうと思ったものを選んで実際に披露していた。1回の放送につき3本のコーナーを実施していた。収録は ABC ホールで毎週火曜日に行われていた。番組は当初、レギュラーメンバーとダンスグループ、マイ町長によるダンスで始まっていたが、途中でレギュラーに加わった東京パフォーマンスドールの歌で始まる構成に変更された。 番組の終盤ではゲストに迎えた歌手一組の歌を放送し、エンディングでは客席へ大砲に詰めたパンティを放ってプレゼントするシーンで締めくくっていた。ちなみに番組の冒頭と終盤に音楽番組としての要素も加えられていたため、ステレオ放送で制作されていた。関西以外の地方ではテレビ朝日以外の一部の系列局で放送されていた。 テレビ朝日での放送を望む声も少なくなかったが、関東では見られないところで好きなことをしたいという、松本人志の意思により、関東へのネットを断っていたというエピソードがあるが、放送していたため、ケーブルテレビ加入世帯ならば、全国視聴可能ではあった。しかし、本番組の終了からしばらくして、テレビ朝日が似たような内容のシニア番組、カザーナダウンタウンをスタートさせた。 同番組は出演者のみならず、構成担当者とメインのディレクター陣も本番組と同じだった。また、番組内で、後輩芸人が、棘のついた風船でバレーボールをするという企画があり、その模様が当時起こっていたダウンタウンに対する批判素材の一つとして雑誌に掲載されたこともある。 東京での活動が中心になっていたダウンタウンは、この番組を最後に関西ローカルの番組に揃って、レギュラー出演することはなくなったとともに、2007年3月23日から、毎日放送で、毎月1回放送の、五分五分に出演している。一方松本は2014年10月からは、同局で、松本家の休日を開始している。この番組のプロデューサーだった。 岡野ひとは後に浜田がメインの人気者でいこうでチーフプロデューサーを務めることになる。ここでは番組内で何度か放送された企画をあげる。ありがとうございます。